Mind-blowing tips! Crazy Japanese lessons! Lesson 49! To show one's true colors! 日本が大好きな外国人の皆様、こんにちは! こんにちは! 驚きながら日本語を学ぶ Crazy Japanese レッスンのお時間です。今日のクレイジーな日本語表現はこちら! To show one's true colors. 隠したりごまかしたりしていたことが露見してしまうことを日本語では何かを出すと言います。何を出す?目出し帽とか?あ、なるほど。銀行強盗を企んでる人がね、下見に行った時にその銀行員の前で、お金と間違えてカバンから目出し帽を出しちゃってね、ドジな犯人ですね、それ。隠していたことが露見することを表す日本語表現はこちらです。しっぽ tail。 しっぽを出す to expose one's tail。日本人って尻尾生えてて隠したの？そうなりますよね。どこ？いや、お尻にあるとは限りませんよ。なんだ、正体不明のメガネの生物。いや、こっちのセリフだよな。さあ、衝撃を受けた勢いでこの表現を覚えてしまいましょう。Repeat after me. 尻尾を出す。To expose one's tail. 昔の日本では、狐やタヌキは化けて姿を変えるという俗信がありました。尻尾を出して正体がバレるところからこの言葉が生まれたそうです。ではまた次回お会いしましょう。